スマスモチャンネルへようこそ。このチャンネルは神戸市須磨区の地元目線の暮らしを紹介し、この街にもっとたくさんの人が暮らし楽しんでもらうための情報番組です。さて2回目になりました。私、須磨区町育てサポーターの門野文和です。今回もよろしくお願いします。今日はですね、妙法寺、というところに来ています。で、カモン副住職さんに来ていただいてますんで、よろしくお願いします。副住職どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日、追儺式っていうんですかね、追儺式を見させていただきました。すごい火の粉が振り舞ったりとかすごかったですね。はい、追儺式っていうのはかなり歴史が長いんでしょうか。そうですね、平安の昔から行っていると伝わっております。そうなんですね。なんか言われとかどういうことがきっかけでとかそういうのはあるんですか。はい、この地域は昔から、農村でございまして、はい、農繁の時期が過ぎましたらお伊勢の方にお参りに行くと、はい、五穀豊穣の感謝と次の年の、はい、お祈りをするということで行ってたようでございます。あ、そうなんですね。妙法寺っていうと一般的にこう駅の名前とかの方がその最近の人にはなんか馴染みがあるような感じで、こうニュータウンっていう風な感じもありますけど、この辺りすごい静かなこう集落というかそんな感じですよね。そうですね、江戸時代の村が2か村ありまして、はい、明治の頃に1か村に統合されまして、大正時代にかけて神戸市に編入されたと聞いております。そうなんですね。先ほども見てましたら横尾団地の方とかニュータウンのところから来てるその小さなお子さん連れとかが多くて、すごいこういう場所があったら喜ばれるやろうなと思って見てたんですけどね。そういう方とかっていうのを何か普段よく来られたりするんですかね。穴場のスポットで。あ、そうなんですね。来られているようですね。子供さんとかが、はい、そうですね。あ、めちゃくちゃいいですね。はい、いいですね、ニュータウンにの近くにこんなところがあるっていうのは。あとその鬼酔っていう、追儺式っていう名前が正式名称ですかね。はい、鬼が松明を持って舞を舞っているような感じでしたけども、はい、あれは どういうことをこう意味をとかっていうのはあるんですか。はい、あります。はい、最初に黒い鬼が出てきて、はい、梅雨払いですね。はいはいはい、その鬼が先頭に出てきまして、はい、流しの踊りというのと、はい、その後にホラガイと太鼓に合わせて踊る踊り方とございます。はい、それは松明を斧で火を消すということですね。あ、斧で火を消すのに、はい、鎮火の作法ですね。はい、でその最後餅をこう割って、はいはい、お餅っていうのは、はい、福持ちと申しまして、はいはい、幸福の塊でございまして、これを鬼がみんなに分け与えるということでお餅を割ります。割るのにいろいろ苦労されておりまして、なかなか割れんなと首をかしげて、はいはい、斧を研いでやっとのことで割れるわけでございます。そういう表情もこう、はい、皆さんやっておられる。はい、鬼さんが福を巻くんです。そうです。はい、なんか不思議な感じですね。はい、はい、いい鬼でございます。あ、いい鬼なんですね。はい、鬼さんが最後、その餅をこうわーってみんな待ってはります。あれすごいですね。はい、もうみんな皆さんすごいわーってこう袋を上げながら集まってきてましたけど、はいはい、中にですねお金の入ったお餅がございまして、まあ、金持ちと昔から言うとおります。はい、それを手にした人はお金持ちになるという縁起物でございます。それで皆さんこの、鬼さんの松明の後、はい、竹をこう持って帰られたりとかしてたんですけど、あれは どういうことなんですか。これは昔から軒先に吊るすと魔除けになると言われております。軒先に吊るす、はい、まあ、子供のおねしょうが治るとかいろいろな話が伝わっております。これは小さなお子さんをお持ちの、ね、お母さんとかすごいいいもんもらったなっていう感じですよね。うん、あ、そうなんですね。はい、ここ妙法寺さんなんですけど、こういうその、正月の追儺式以外のいろんな行事とかあったりするんでしょうか。はい、あります。まずは節分に節分の祈祷ごまがございます。はい、あとは4月に花祭りのお勧めございまして、はい、5月には
大ごまですね、大きな大ごまを炊きます。はい、はい、お釈迦さんにアマチュアをかけて、はい、お釈迦さんの誕生を祝いいたします。あのかけるんですか、アマチュアをかける、はい、アマチュアってどういうものですか。甘いお茶ですね。アマチュアをかける、アマチュアズル、はい、アマチュアズル、まあ、漢方薬なんですけどね。あ、アマチュアズルですね、はい、それも甘いお茶なんですか。甘いですね、はい、お釈迦さんにかける、はい、すごいなんかあのやっぱり歴史があるんで珍しい、はい、あのお釈迦さんが生まれた時にアマチュアで体を洗ったというふうなことが言われてるそうです。はい、大ごまは大きな大ごまを、ごまを炊きます。外で炊く大きなごまで、行者の方が、はい、日がもうすぐ、そうです、はい、行者の方が来られて、そうなん、私も行者に扮して一緒に炊きます。あのこういうホラーがいます、はい、で、その他にもあとはお彼岸の法要だったり、はい、お世書きですね、お盆のお世書きだったり、そういうものがございま す, す、ね、はい、やっぱり一番大きなあの行事ができます。このそうですね、一番大きいです。なんかあの、行事の後ご開帳もして、はい、皆さん行列で、はい、うん、あれは、ご本尊さんの、そうです、はい、毘沙門天でございます。毘沙門天、はい、ものすごいこうやっぱり歴史を感じますね、うん、はい、でかつなんかその近くのニュータウンの方とかがこう遊びに来れる環境ということで、はい、なんかそのこの地域はもちろんその周辺の地域の人からもこう愛されているような感じで、すごいいいなと思いました。はい、ありがとうございます。、はい、なんかまたこれからもちょっと足運んで見させてもらいたいなと思います、はい、いつでもいらしてください。